ロバート・シルバーバーグはアメリカ合衆国の作家。18歳でデビュー以来 SF、犯罪小説、西部劇、ジュブナイル、ノンフィクションなどの分野で多数の作品を書き小説工場とも呼ばれるが、1960年代後半からシリアスで野心的な傑作を発表しニューシルバーバーグと呼ばれるようになる。代表作に夜の翼、大地への加工、 禁じられた惑星など、ニューヨークブルックリンクでユダヤ系の家庭に生まれる、コロンビア大学卒、英文学を専攻。在学中の1954年に短編ゴーゴンプラネットでデビュー。1955年スコットランドの SFC、ネビューラに諸女長編、第4惑星の反乱を発表。大学を卒業する頃には、 毎月数十編の作品をこなす、売れっ子作家となり、1956年には、ヒューゴー賞の最優秀新人賞を受賞。エンターテイメントに徹した作風を揶揄する意味も込めて、小説工場と呼ばれ、1955年からの10年間で450冊の単行本を書いた。1959年頃から、SF ブームが冷え込み、 多くのペンネームで SF 以外のジャンルの作品も書くようになる。この年に書いたジュブナイル小説、生きていた火星人がニューヨークタイムズの有料児童書100選に選ばれる。続いて1962年に書いた遺跡発掘についてのノンフィクション、ロストシティーズバニッシュドシビリゼーションズは有料児童図書賞の候補、子供向けブッククラブの推薦図書となる。 この成功により、特に歴史、考古学関係のノンフィクション作家としても、一流として認められるようになる。この時期には、SF はほとんど書かなかったが、相変わらずの多作であり、SF 作家のパーティーでの原稿が書けなくなった、体験談として、ある時15分ばかり書けなかったことがあると、話したというエピソードも残っている。1963年に、 フレデリック・ポールが編集する SF 雑誌ワールド・オブ・トゥ・モロー誌に発表した短編見えない男は人間の内面を深く考察した傑作となりこの当時のニューウェーブ運動に触発された文学性の高い SF を求める状況に受け入れられるただし自身はニューウェーブからは距離を置き 前衛的な手法を取り入れようとは思わないという立場だった。1966年に長年の過労による工場線の機能更新にかかり仕事のペースを減らさなくてはならなくなる。この時期に書いた長編茨の旅路はヒューゴー賞、ネビュラ賞の候補となる。1968年には自宅が火災に見舞われその後に書いた中編 ナイトウィングスは、ヒューゴー賞中長編部門を受賞、続いて書かれた第2部、第3部と合わせて、自身が最も気に入っている作品という長編、夜の翼となり、1976年にアポロ賞も受賞した。これ以降、執筆スピードは下がったものの、高水準の作品を発表し、ニューシルバーバーグと呼ばれるようになる。しかし自信作であった、サン・オブ・マニア、 内視が評価されなかったことなどにより、1975年に SF の執筆から引退を宣言する。同じ年には、ハーラン・エリースン、バリー・エヌ・マルツバーグも引退を宣言し、SF 界に衝撃をもたらした。しかしシルバーバーグは、1980年に、対策バレンタイン教の城を発表して、復活、マジプール年代記として、シリーズ化されている。 1990年代には、アイザック・アシモフ作品の長編版の発表なども、している。1975年に、ジェームズ・ティプトリー・ジュニアの短編集、愛は定め、定めは、死に、序文、ティプトリーとは誰、はたまた何者およせ、ティプトリーが、女性ではないかという説に対して、男性説を強力に主張した。しかし翌年に、 ティプトリーが女性であることが明らかにされ、教訓を得たことを1978年版で追記している。使用していた、ペンデーボズボーン、キャルビン・エム・ノックス、アイバー・ジョーゲンスン、アレグザンダー・ブレード、リチャード・エフ・アトスン、ダン・マルカム、ラルフ・バーグ、ロバート・アーネット、エリック・ロドマン、ウォーレン・キャステル、ホール・ソーントン、アレックス・メリマン、T.D. ベスレン、E.K. ジャービス、 SM、テネショー、ダーク・クリントン、ウェバー・マーティン、ウォーカー・チャップマン、リー・セバス・チアン、ロバート・ランドル、など多数。他に中短編、未翻訳作品多数。ありがとうございます。